Nankumi. Nankumi. すいません。彼女今のレース出るはずだったんですけど。一人でも走らせてもらえませんかね。彼女も来てたんですよ。僕たちのせいで遅くなっちゃって。規則は規則なんで。なんでダメなんですか。サクちゃん。お願いします。彼女すごい練習してて部でも一番頑張ってたんですよ。サクちゃんいいから。これが最後になるかもしれないんですよ。お願いします。もういいから。お願いします。 私ね、さくちゃん。 すれ違いながら走り続ける人生の中で思いが一つになる瞬間なんてごくたまに本当はごくたまにしかなくて、だとしたら12秒91。 自己ベスト。やったー！
だとしたらこんな顔を見られる僕はなんて幸せなんだろう。こんな風に喜べる僕はなんて幸せなんだろうと思った。12秒91は誰も知らない僕たちの公式記録。僕が忘れるとなくなってしまう秋の最後の記録だった。ずっと一人でやっていこうと思ってたんです。毎日忙しくしてれば人生なんてあっという間だって。で気づいたら17年で。もう？まだ。まだなんです。死ぬまでにあと17年何回あるんだろうって思って。ありもしない現実に期待して夢から覚めると泣いて、あと何万回僕はこんな朝を迎えるんだろうって。もう無理だと思ったんです。11だったね、ヒロセのベスト。ストップウォッチそのまま返すんだもん。忘れなさい松本。あんたたちのことは私が覚えてるから安心して忘れなさい。もう一度誰かを乗せて走りなさい。広瀬亜紀さんの骨を巻きに帰ってきたんですよ。だけど骨を巻いたところでガラリと何かが変わるわけじゃない。あなたがそれに付き合うことはないんですよ。何してんの？あるようなことじゃないよ。広瀬亜紀さんって空に消えてく星の